いいつもごご視聴ありがとうございます今回ご視聴さまから頂い,いた情報によりピンの構図についてお話ししたいなと思いますピンの構図なんですけども板目3枚板が123と3枚貼られているんですけどもこの板の枚数がこのピン1本作るにあたって 7枚使われているそうです。で、この構図なんですけども、この3枚の板に、少し上あたり、このあたりに、お腹のところに、同じ向きで、まず2枚両サイドに貼り合わせられます。で、その後、こう縦にですね、その、 3つくっついてるところを上からかぶせるように閉じる形で、えー、上下に貼り合わせて合計7枚の板でこの1本のピンが成り立っているということになります今回も最後までご視聴ありがとうございました僕自身まだまだ知らないこともたくさんあると思いますので どんどんコメント欄にご意見などたくさんまた書いていってください。それではまた次回の投稿をお楽しみにください。